こんんにちはのくさんもう遠くに行ってしまった青春時代私のデスクの前には視聴者さんから送られてきたこうやってね楽しくダンスを踊っている、えー、まあ、女の子のねフィギュアがございますけども今日のテーマはですねこのフィギュアとはあまり関係ないんですけども男女の友情は成立するのかというテーマだったですよねいやこれね私はね実はね存在するんではないかなというふうに思ってるんですよ でこれ男性目線から男女の友情っていうテーマになるとどうしてもね男性がいて同年代もしくはちょっと下の女性がいてで友情は成立するのっていうふうな設定をしがちなんですけども私はねこういうふうに考えるんですよ5歳6歳ぐらいの男の子女の子の友達がさあ友情を持てないんでしょうかっていうことですよねつまり恋愛感情が育ってないうちに 友達っていうのは、まあ、男女関係なく持つと思うんですよね、まあ、そんな感じで男女の友情はあるんではないかなって思うのとあと一つねやっぱり20代30代、まあ、もしくは30代40代になってからですね、えー、まあいろんな異性というの,の出会いがあると思いますけども男性側からしてまあ私男性側からしてですね10歳ぐらい上の女性と知り合う機会っていうのも当然あるわけですよね。で トークが面白かったりちょっとこう勉強ができるとかねあのいろんなことを知っているとかあそれから起点が利くような女性に対してはあれやっぱりこう気になって憧れたりまあなんていうのかな一定の思いを寄せると思うんですよででも私の経験からしてそこにはは恋愛感情はないんですよねでもまあ尊敬というか興味というか友人関係というかね もっと言ったらこれは友情を感じてお付き合いするってことがあって一緒にお酒を飲みに行く、まあ、いろんなイベントに一緒に出かけるとはために見ると男女の、ね、まあなんていうんですかね関わりお出かけなんですけどもまあ私から恋愛感情をこう持ったことはないなっていうふうに振り返るんですよねえー、大学生の時、まあ、223 22歳の時にですね22歳ぐらいだったですかね やっぱり1415歳上の女性と、まあ、関わることがあったんですけどもよくね、あのー、ランチにご招待いただいたり夜お酒を飲みに行って、あのー、自宅に招待いただいたりとかしたんですけどもその方にやっぱりこう旦那さんとかねでお子さんとかいらっしゃるんですよね。まあでもも楽しく過ごさせてもらった ところがあってじゃあ恋愛感情持ってるかっら別に持ってなくて本当に友達のようにですね当時携帯電話はなかったんですけどもあの電話番号をこう教えてもらったりとかしてねで家電にこう,こうかけたりとかして無駄話をしたみたいなことがあったかなとあれはまあ私なりに友情だったのかなと思うんですよねえそれから趣味を通じてですよねあのデジタルカメラを一眼レフをやったことがあってやっぱりカメラのねこう仲間で異性っているんですけどもなんかこうカップルでいらっしゃった 方とか、まあ女性と私も仲良くなってねまあ男性っていうかこう旦那さんも込みでなんですけどもそういった3人で、えー、友人のようにお付き合いしたなっていうところがありましたそこにはやっぱり恋愛感情入んなかったですねやっぱりこれ私が恋愛感情を抱くっていうのはあくまでも年齢がねまあ下で <laughs> 年齢が下でね、えー、でまあ彼氏がいない人に対してだけというフィルターがかかってますんでまあ私が考えるところあの 彼氏や旦那さんがいる女性には恋愛感情を抱きませんしまあ友情は持つけどもっていうところとあとはね私の恋愛の <laughs> 恋愛観で申し訳ないんですけども年上の女性には基本的にあのあんまり恋愛感情を持たないんですよね、うん、だからまあ友人になりやすいってところがあってさ今日のお話をまとめるとねやっぱこう男女の間の友情は存在するかってことはものすごく限定した男女の関係 っていうふうにしてしまえばものすごく友情は存在しにくくってすぐにどちらかが友情から恋愛に傾きがちなんですけどもまあその男性なら男性の恋愛観いわゆる守備範囲っていうんですかそこから外れた相手でしたら女性との友情は存在するなぁと思うわけなんですよね、うん、でもやっぱり男性にねこの男女間のお友情は必要あれです 関係は存在するかっていう,ふうに聞くとどうしてもね男性の中の設定が同年代かちょっと下みたいになっちゃうんでいやー友情って存在しにくいよねって結論になりがちだとは思うんですけどもん今お話ししたように年代や環境をガラッと変えてみるとねあ友情存在するんじゃないのとそこでは恋愛入りようがないよねっていうふうになるのかなと思うんですけどもね。で私の場合もねもう一回申し上げますとあのまあ私の。 異性に対すする恋愛のこの守備範囲っっててものすごくちっちゃいんで <laughs> 言ってみればね <laughs> うんだからそこから外れるとまあ警戒感なく友情だけでやっていけるなとは思いますね特にまだ恋愛感情が育たない幼いうちってのはやっぱり異性の友達を異性としてではなくって友人としてお付き合いしたっていうことも思い出されますしまあそれからねやっぱりこう先ほどもお話し,しましたけども 年代がちょっと上の方とかね10歳とか15歳上の女性に対しては、まあ、恋愛感情を私抱かずにあの友人としてお付き合いができるなと今振り返ったわけでございますね。と、まあ、ここまで話すとね私がね、まあ、どんな人を恋愛ターゲットに抱いてきたのかっていうことはもうバレてしまいそうなんですけど、まあ、今までもバレてたかもしれませんけども、えー、私もやっぱりね何て言うんですかね結構ね年下が好きですからね。うん、身の程知らずにも 30代後半になっても <laughs> やっぱり二十歳前後の女性とばかりお付き合いしてきたんでものすごく女性のこういうい範囲って狭いんですよ、ね、まあでも不思議なことに、まあ、女性もねものすごい年上10歳とか20歳年上じゃないとダメっていうふうなおじせんっていう <laughs>、ね、方々がいらっしゃっておじせんはおじせんで固まってるんですよねまあですんであのおじせんのうちの一人とお付き合いするとおそのおじせんの友達もおじせんの 女の子で固まってるっていうことで、まあ、一定の年齢がまマークできたかなってところありますよね。うん、もうやっぱりね、いろんな今日趣味趣向がありますんで、まあ私の趣味嗜好もね、ちょっとこう大丈夫なんかなと思わせるようなところがあるかもしれませんけども、うん、やっぱり自分に子供がね、あの生まれて、まあ娘ができてね、年頃の話し前後になった時に、やっぱりね、おじさん年齢 におじせんだとか言ってね好きになななられちゃったちょっと弱っちゃゃっっっったょととと弱ううかかていうところありますねなんかねん立場を変えると感覚が変わるもんですね。<laughs> ということでちょっと恥ずかしい動画になりましたけども私の結論としてはもう一回申し上げますとまあ友情は成立しないでもないなというふうに思ってますということでございます。それじゃあまたこのテーマで楽しんでいきましょうありがとうございます。